破天荒、フェニックスオンデーズ再生物語は、メガネ、サングラス販売の全国チェーン、オンデーズの代表取締役である、田中修二によるノンフィクション小説。2018年9月4日に単行本が、検討者から刊行された。絶対に倒産すると、銀行から宣告された、オンデーズを買収するという賭けに打って出て、社長となった田中が、相次ぐ裏切りや、 倒産の危機など様々な絶対絶命のピンチに陥りながらも破天荒とも言える策を講じて立ち向かった実話をもとにしている。2020年1月にテレビ朝日系で3夜連続のスペシャルドラマとして放送された。破天荒フェニックスのタイトルでテレビ朝日新春3夜連続ドラマとして2020年1月3日から1月5日において放送。主演は勝地涼。 株式会社サンデーズその他ウェブコミック配信サイトのコミックブーストでシナリオは星し白文作画は井野名ゆたによって2020年1月17日より6月5日かけて破天荒フェニックスのタイトルで連載された単行本化により漫画破天荒フェニックスオンデーズ再生物語へ開題し2020年7月30日に発売破天荒フェニックスに関するカテゴリー ありがとうございます。